ボクシング、ボクシングは、拳にグローブを着用しパンチのみを使い、相手の上半身前面と側面のみを攻撃対象とする格闘スポーツ、健闘とも言う。ボクシングに似た競技は、フランスのサバットのほか、タイのムエタイおよびムエタイをベースにした、日本のキックボクシングやシュートボクシング等があり、それらと区別するための属称として、国際式ボクシングと呼ばれることもある。 紀元前4000年頃の古代エジプトの象形文字から軍隊で使われていたことが判読されており、クレタ島の紀元前3000年頃の英ゲ文明の遺跡からもボクシングの図が書かれた壺が発見されている。古代ギリシア語では握りしめた拳をブグムと言い,い、それからプクサース、バコとなった。古代オリンピックでは第23回大会から正式種目となり、 オノマストストが月経感を受けた。この時代は、全裸で、オリーブオイルを塗り、拳には秒を皮のバンテージのようなもので包んだ、グローブのようなものを着用、腕や肘でも攻撃できたようだ。この当時は、ラウンドはなく、どちらかが、戦闘不能、または、ギブアップ、右手の人差し指を天に突き上げると、ギブアップになった、らしいで、勝負がつく。この競技は、 第38回大会まで続けられた。この競技からパンクラチオンが生まれた。ローマ時代に入ってギリシア語から、拳での戦い、ピュージリズムの言葉が生まれている。奴隷同士が、鉄の病を打ち込んだ武器のカエストゥスを拳につけて、コロッセウムなどで見せ物として行われるようになり、観客を喜ばせるためにどちらかが死ぬまで戦わせた。字には床に描かれた円の中で戦わせることもあったが、 これが現在のリングの語源となっている。しかし、西暦393年に残忍すぎたため禁止となり、ローマで再びボクシングが盛んになるのは17世紀後半になってからである。436年に西ローマ帝国が滅びると共に姿を消した。正式な名称ではないが、ここでは仮に中世、ボクシングと呼ぶ、イタリアやイギリス、 オランダなどヨーロッパを中心に、誤神として、レクリエーションとして細々と行われていたようだが、県による誤神が一般的であったため定着しなかった。13世紀頃のイタリア、またはイギリスの神父がボクシングと名付け、近所の若者に教えたことが、ボクシングの名称の始まりとする説もある。県の形態が一般的でなくなり出した16世紀前半頃から、 賞金をかけたベアナックルボクシングの形で徐々にイギリスで不条の兆しを見せ始める。現在のボクシングの始祖と言われるのは1695年にイギリスのオックスフォードシア州テーム村に生まれたジェームス・フィグである。彼はレスリング、フェンシングやコンボ術を得意としており、1718年にロンドンでボクシングアカデミーを設立してボクシングを教え始めた。 彼が行った当時のボクシングとは、ベアナックル、素手で行い、蹴りや投げ、締め、噛みつき、目つぶしだけでなく、フェンシングやコンボ術も含まれたものだった。フィグ自身も教える傍ら自ら、プライズファイター、掴まれないように頭髪を剃っていたとして腕自慢たちを倒して、賞金を稼ぎ、ご真実としても優れていると認められたボクシングと、共に声を得て、 イギリス初のチャンピオンとなった。1730年に36歳で引退し、1734年に39歳で死去した。フィグの後継者であったジャック・ブロートンが、自ら保持するタイトルの防衛戦の時、相手を殺してしまったために、ボクシングを普及させるのは、このような危険は、敗さはならないと考え、1743年に、 近代ボクシング初となる7章のルールブック、ブロートンコードを発表した。その内容は、ベルト以外の打撃の禁止、腰より、下の抱き込みの禁止、倒れた相手への攻撃禁止、ダウン後30秒以内に立つことができなければ負け、リング、直径25フィートの円形、硬い土の上などである。練習とエキシビション試合の怪我防止用に、マフラーのナノパッド入りグローブを開発した。 しかし、実際の試合にはグローブを用いることはなく相変わらず、すでに近い形で行われ、1754年には死者が多いため、イギリスでボクシングが禁止された。このため、ボクシングの試合はフランスやベルギーなどで行われたが、貴族や富裕層の支持は根強く1790年にはイギリスでボクシングが再開され、1811年のイギリス人チャンピオン。 トムクリブ対アメリカが衆国トムモリノーの再戦には2万5千人もの監修が訪れるほどとなった。1814年に元チャンピオンのジョン・ジャクソンが英国ピュジリスト保護協会を設立し、1838年に29条からなるロンドンプライズリングルールズを発表した。その内容はベアナックルで行い、蹴り技の禁止、頭突きの禁止、目玉えぐりの禁止、 ダウン者に30秒の休憩に加え、所定の位置に戻るまでに8秒間の猶予を与えるなどであった。この頃のボクシングは、ダウンごとに1ラウンドとし50ラウンドにも及ぶ場合があり、序盤は拳や手首を痛めないように用心しながら、徐々に打ち合った。1856年、フランスで、八百チ疑惑によりボクシングなどの興行が、パリで全面禁止された。 1867年にロンドンアマチュアアスレチッククラブのジョングラハムチャンバースはルール保証人の第9代クイーンズベリー公爵ジョン・ショルト・ダグラスの名を冠した12条からなるクイーンズベリールールを発表した。これにより投げ技が禁止されたほか3分1ラウンドとしラウンド間に1分間の休憩を取るラウンド制、グローブの着用、 ダウンした者が10秒以内に立ち上がれない場合は、KO 負けとすることなどが定められ、現在に通じるボクシングルールが確立した。定着はオクレイゼンのロンドンプライズリングルールズについても1889年7月に、ジョン・ローレンス・サリバンが、ジェイク・ロドリゲスといった防衛戦まで続いた。クイーンズベリールールにより行われた最初の公認世界ヘビー級タイトルマッチは、 1892年9月7日、ジョン・ローレンス・サリバン対ジェームス・ジェイ・コーベット戦である。コーベットは、当時のスタイル、スタンドファイトではなく、相手から距離を取って、パンチをかわし、左の軽いジャブを当てる、卑怯者の戦法と言われたスタイルで、サリバンを21回 KO し、勝利を収めた。現在のように、世界タイトルマッチのラウンド数の規定はなく、プロモーターや、 現地のコミッション的組織、対戦選手陣営同士の合意などで、初期はその都度変わっており、初期の名選手で黒人初のヘビー級チャンピオンのジャック・ジョンソンの1915年4月5日の防衛戦では全45ラウンド制。結果は挑戦者の26回 KO だった一方、その2回前の1913年12月19日の防衛戦では全10ラウンド制。 結果は10ラウンド PTS ドローでバラバラであったが、自身の防衛戦をすべて全10ラウンド制で行ったジーン・タニーの引退後の930年6月12日に行われた9位の世界ヘビー決定戦以降は、世界タイトルマッチは一部の例外を除きほぼ全15ラウンド制で行われるようになったため、1930年代の半ば前には、 慣例として、世界タイトルマッチ15回先制が事実上成立し、1982年11月13日以降の一連のリング化受験まで続いた。ボクシングの試合、スパーリングを挑んだり、実際に対戦しても、スポーツや格闘技である以上は、それが違法性阻却自由となり、決闘罪は成立し得ない。決闘罪に関する件を参照。 アマチュアボクシングでは、シニア、18歳以上では1ラウンドを3分間、ジュニア、高校生では1ラウンドを2分とし、ラウンド間に1分のインターバルを置く。ラウンド数は、日本国内では3ラウンドで行われる形式が一般的であるが、国際試合では1990年代後半から2000年代前半にかけて、1ラウンドを2分間に短縮して5ラウンド制。 または4ラウンド制で行われるなどした。日本国内でも全日本選手権とそのブロック予選では2分4ラウンド形式で試合が行われた時期がある。しかし国際アマチュアボクシング連盟では2009年1月より3分3ラウンド制に統一され、これに従って国内でも3分3ラウンド制に統一された。アマチュアボクシングでは選手はトランクス、ランニングシャツ、 シューズ、グローブを着用する。ヘッドギアの着用は2013年より禁止されており、プロボクシング同様、選手は頭部を露出した状態で試合を行う。グローブの重さは、シニア、18歳以上の選手は全階級を通じて10オンス、ジュニア、高校生は、ライトウェルター級までの選手は0オンス、ウェルター級以上の選手は12オンスである。負傷防止のため、 マウスピースとファウルカップを着用する。近代ボクシングが発祥したイギリスは、ヤードポンド法を用いることから、ボクシングの階級もポンドによるため、キログラムでは、中途半端な数字だが、アマチュアの階級はキログラムを単位として区分されている。本体級よりやや軽い級に、大とやや重い級に、スーパーが添えられて呼ばれるものもある。 国際ボクシング連盟が定める階級は以下の通り、アイバテクニカルコンペティションルールズ。なお、エリート部門は2010年より改められ、男子はフェザー級が廃止され、それより下の3階級の上限が変更、男女とも10階級となった。年齢、エリート、19歳以上40歳以下。ユース、17歳及び18歳。ジュニア、 15歳及び16歳、体重。プロボクシングにおける階級は以下の通り。以前は、日本ボクシングコミッションでは、ジュニア級の故障を採用していたが、1998年5月1日に、世界ボクシング協会、WBA と世界ボシング評議会、WBC とでルールが統合され、両団体で異なっていた故障も、スーパー級に一本化されたため、 同時に日本ボクシングコミッションでも、スーパー級に故障が変された。それにより、ジュニアミドル級は、スーパーウェルター級へ、ジュニアウェルター級は、スーパーライト級へ、ジュニアライト級は、スーパーフェザー級へ、ジュニアフライ級は、ライトフライ級へ変更された。WBA や WBC 以外の団体では、ジュニアの名称は今でも使われており、団体によって名称に、際はあれど、 同じウェイトである。男子は全17階級。女子は団体によって異なり、ミニフライ級、ミニマム級の下に、アトム級、ライトミニマム級が設けられたり、スーパーミドル級より、上の階級が一部、または全部抜けていることもある。アマチュアボクシングの勝敗の消し方は、以下の通り。勝敗の消し方は、以下の通り。アマチュアでは、KO にこだわらず、 グローブの決められた部分で相手のボディや顔面に手打ちではない有効なパンチを当てたことで得点だとみなされ、それを多く当てたかで勝敗が決まる。主要大会ではコンピュータ採点が導入されている。5人のジャッジのうち3人以上が有効だと判断した場合に1ポイントが与えられ、試合終了時に最もポイントが高かった選手が勝者となる。 ジャッジペーパーを使用して20点満点の減点方式を取る場合もある。両方式とも引き分けは認められず、同点の場合は、コンピュータ採点の場合は、採点機のボタンは押されたが有効だと判断されなかったパンチまで含めて、より多いポイント数を獲得した選手を勝者とする。ペーパー採点方式の場合は、より構成を示した選手あるいは、 より優れた防御を示した選手のいずれかを基準として、ジャッジの判断に委ねられる。10点満点の減点方式。JBC ルールによると、互角の場合は10対10、一方が勝る場合は10対9、1度のダウンや、それに近い状態の時は10対8、2度のダウンの場合、あるいは3度のダウンはあったがダメージが、それほど深刻ではない場合は10対7、3度のダウンが、 あった場合や2度のダウンでも10対7相当よりも、一方が圧倒的に優勢であるときは10対6となり、10対5以上の大差と認められた場合は、TKO となる。QJBC ルールではそれ以上に差が開いた場合や3度目のダウンが起こった際は、レフェリーが試合を止めるため10対6の採点はなかったが、2016年よりフリーノックダウン制となったため基準が変更された。 現在世界的に採用されている10ポイントマストシステムでは必ず片方の選手に満点の10点をつけることになっているが必ずしも10対10の採点を認めないことではなく双方の選手に一度ずつダウンがあっても8対8にはならずダウン以外の要素を総合的に判断して10対 X の採点を行う意味である。なお近年の世界タイトルマッチでは極力 10対10を取らない、ラウンドマストと呼ばれる採点方法が主流となっており、これが10ポイントマストシステムと混同されている系が、テレビの世界線中継などでも参見される。ラウンドマストの弊害として、ビザのラウンドを制して得た一点差と、明確な優勢によって得た一点差の価値が同等になる点が指摘されており、その緩和のためパバのように、 ハーフポイントと呼ばれる0.5ポイント刻み、10対9.5などの判定が認められる団体も存在する。反則原点は合計点から引く。主な採点基準として、次の4項目がある。各要素の優先順位は、おおむね、クリーンヒットアグレッシブディフェンス、リングジェネラルシップであるとされるが、例えば、片方の選手が軽いパンチのクリーンヒットを数多く重ねたが、 もう片方は、大半の時間で、アグレッシブに攻め、リングジェネラルシップを握った場合など、容易に、形勢判断がつかない際は、どちらの選手を優位とするかは、ジャッジの主観に委ねられることとなり、これが採点結果が割れる理由になる。採点は3人のジャッジがそれぞれラウンドごとに行い、2人以上の、ジャッジが支持した選手を勝者とする、ハーフポイント制の場合、0.5点差は引き分け、 ジャッジが3人とも一方の選手を支持した場合を、ユナニマスデシジョン、ユナナマスディシジョン、ド、2人が支持し、もう1人が引き分けであった場合をマジョリティデジョン、マジョリティディシジョン、MD、1人のジャッジがもう一方の選手を支持した場合をスプリットデシジョン、スプリットディシジョン、SD と呼ぶ。トーナメントなどで引き分けとなった場合は、引き分けをつけたジャッジが最終判断を下して、 決着をつけることになるが、大会によっては延長戦を行う場合もある。試合中に以下の行為を行った場合、反則となり、レフェリーに注意を受ける。注意が重なった場合、プロボクシングでは減点対象となり、悪質な場合は失格負けとなる。なお、アマチュアボクシングでは、プロボクシングよりも反則規定が厳格である。 国際ボクシング協会、アイバのルールブックに示される、反則行為は、以下の十七項目で、審判員の過半数が認める警告を、一方の選手が、主審から受けた場合、もう一方の警告を受けていない方の選手に二ポイントが加点される。プロアマ関係なく、基本的にボクサーはこれを獲得するために試合に臨む。十分な地位や名誉を得た、プロボクサーで、自身のプライドや、 金銭的な理由から保持するタイトルを返上しても他の競合選手との試合を優先する者もいる。アマチュアボクシングでは地区、国内、国際、世界、オリンピックの順に価値が上昇する。年齢ごとにジュニアカデットシニアのカテゴリーに分けられる。アマはプロと違いトーナメント制を採用しているため一度も敗北が許されず、プロよりも王座の獲得は、 難しいと言われる。プロ選手のアマチュア大会の参加は、現在も認められていない。プロボクシングでは、タイトルの価値は、地区、ローカル、国内、ナショナル、地域、国際、インターナショナルもしくは大陸間、インターコンチネンタル、世界、統一もしくは、スーパー王座の順に価値が上昇し、団体によっては、ユース王座、ジュニア王座を設ける。日本は、 日本ボクシングコミッションが日本王座を認定し、知名度は低いが日本の地区タイトルも存在する。国内王座より上位に位置する地域王座は地域連盟や世界団体の下部組織が認定し、国際インターナショナル王座や大陸間王座、インターコンチネンタル、世界王座やスーパー王座等は世界団体が直接認定している。ここで プロボクシングで4大団体と称される主要な世界タイトル認定団体を下記する。WBA や WBC 含むその他の団体は、サッカーの FIFA のような組織ではなく王座の認定組織で団体 A のあり方、運営のされ方に不満を持った人たちが団体 B と B が認定する別の世界タイトルを立ち上げて分派した団体もあるため、プロボクシングを統括しているわけではない。 プロボクシングにおけるその他の世界タイトル認定団体を以下に挙げる。歴史が浅いこれらのタイトルは四大団体のものよりも価値は低いとみなされ、獲得しても世界王座とは認識されないこともあい。プロボクシングにおける国際王座や大陸間王座は世界団体が直接統括している。王座としての価値は世界王座よりも低く。 世界王座挑戦前の試金石や白付けのために利用される。JBC はこれらについて認めていない。プロボクシングにおける地域王座は世界団体とは独立した組織である地域団体、世界団体の下部組織、もしくは世界団体が直接認定している。JBC はアップブフ王座しか認めていない。ボクシング中継も参照楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。